おはようございます。こんにちは、こんばんは。バス釣りーならしでございます。皆さんどうもごきげんよう。えー、今日はですね、はい、えー、ナコチャンネルのナコさんの動画をね、ちょっと見させてもらって、あ、ちょっとリンク貼っておきますね。うん。まあ、まあ、ざっくり説明すると、まあ、石丸真二の選挙のやり方は非常に正しいんじゃないかっていうね。 えー、考察をされてまして、まあ、私もね、その動画を見て、あ確かにと思った点が多々ありまして、はい、そこでね、あのー、私が、まあ、先日ね、えー、都知事選挙最中に、田母神さんの、まあ、選挙演説をね、見に行った時の強烈の違和感を感じたシーンがあって、まあ、そのシーンがどこかって言ったら、田母神さんの 支持者って、まあ、熱狂的なな人が多いいわけじゃないですか、うん、なんか日本の国旗とか持ってる人もいたし、まあ、そういうのは別にいいんですけど、うん、その中で、うんえー、財政法4条の話をしたんですよね、うん、その時に財政法4条の話をしてる時に多分理解してる人が多分ほぼいなかったんですよ、うん、その理由に私はお私はお財政法4条話してるっつってでか,でかい声「すごいなー!」とか言ったんですけど 周り見たたら誰もうなずいてるしなかったんですよみんな目が点だったんですよね。うん、やっぱそのことをね考えて分かったのはやっぱり選挙の期間中の選挙演説って難しいこと言っちゃダメなんだなって思ったんですよ、うんれね。確信に変わりましたよね。あの違和感は選挙の演説で難しいことは NG なんですよ。桜井誠とかもそうっすよね。結構難しいこと言ったりしてますけど。 うん、法律とかその日本の問題そのこととかねまあミクロ小さいち細分化した問題のことを説明してるんですけどそういうのって街頭演説じゃいらないんじゃないかなってね思いましたね、うん、そうじゃなくてまず選挙に勝たないことには、まあ、ただの人なわけじゃないですかそこを脱出するにはどうしたらいいかっていうのを確かに石丸真二から学べることが多いなどね うん、思いましたね、うん、確かにね経済理論ってのはね本当に俺はそんな難しいとは思わないんだけどやっぱり難しいのかね、うん、まあ俺がちょっと昔からやりすぎてる勉強というかいろんな本読んでねケインズ経済学とか、まあ、いろいろねマ、うんまあ、ミクロだったりってことを 頭に入ってるからこの政策は良くないとかこの政策はいいとかっていうのが分かる話であって確かに中身が分かってない人に対してこの政策がいいとか悪いとかっていうのは多分判断つかないんですよねましてやあれじゃないですか経済学って目に見えないものじゃないですか、うん、実際目に見えないものをどう表現するかって言ったらそれってうん一本線が通っていれば何てうんですかね勝ち筋が見えるというかこうやったら いい方に行くこうやったら悪い方に行くってのは分かるんですけどそれがない人に対して「財政法4条だ!」とか言っても「うーん」って「何財政法4条」って絶対なるじゃないですか、うんね、政治すごい興味ある人でも財政法4条は相当敷居が高いんですよ、うん、ほんとねあの時ねなんで誰も「えそうだ,だ」って言わないんだって言わない思いましたよ「え俺だけかい?」って <laughs> タフミさんも うんまあ、そういった、ね、あの政治的戦略がちょっとないんだな、ノウハウがないんだなと、本当、うん、そういうなんか、選挙コンサルタントみたいな、どういうふうに大衆に訴えるかっていうのを分かってなかったのかなと、そういうノウハウがなかったのかなと、そして、ナ、う、ボ、ん、チャンネルさんのその動画を見て、ああ、こういうふうに選挙を戦っちゃ負けるんだっていうのも、なんかちょっと分かったよね、ああ、なるほどねって。 本当に実際現場に足を運んで、うんこの違和感はね、本当現場の人しか分からないと思うんですけど、本当に違和感だったんですよ。みんなポケーっとしてて、あれみたいな。<laughs> 誰も拍手してないし、みたいな。うん、日本の問題っていうのはね、うん、単純なんだけれども、単純になるまでの行き着く先が結構うん難所なのかなと。本当ね、バスイの足はね、非常に。うん 石丸信二さんから学ぶ点は多いなと改めて思いました。うん、まあ信者の方もね、うんまあまあ、信者の方を信者にしないようにするのは難しいのかね。うん、もう信者になっちゃったらね、もう何言っても正しいみたいになっちゃうからね、本当恐ろしいなと思いますよね。一種の洗脳だよね。まあ今日はね、そんな感じで。 センスはないかもしれないけど、一つを引きつける主犯というのは、えー、見合うものがあるんじゃないかなと思ったところでございます。以上の話になります。緊縮体制をぶっ壊す。